広場ワールドゼロライブにようこそ。いらっしゃいませ。それではメンバーの紹介に移りたいと思います。まずはチョコ、次にフルカ、そしてアキラ、最後にアヤシ。この4人組のユニットです。今日のライブは全部で4曲です。皆さん最後まで一緒に盛り上がっていきましょう。よろしくお願いします。Oh!
初に今歌った2曲の紹介をしたいと思います。まず1曲目にお送りした曲はワールドゼロという曲で、私たちワールドゼロのテーマ曲です。そして2曲目にお送りしたのがステップアップという曲で、この曲にはみんなでステップアップしていこうよという強い思いが込められている曲です。皆さん2曲続けてお送りしましたが、いかがだったでしょうか。ありがとうございます。ありがとうございます。さてここで私たちワールドゼロの紹介をしたいと思います。私たちワールドゼロはここ福岡を中心に活動しているダンスボーカルユニットで、笑顔、元気、勇気を伝えることをモットーに頑張っています。そして私たちワールドゼロは小さい子からお年寄りの方まで楽しんでいただける、そんな音楽を目指しているユニットで、福岡の力全国全世界に羽ばたいていけるように頑張っています。ということでここで今から私たちのフリートークをしたいと思います。イエーイ。まず昨日博多どんたくがあったんですが、その博多どんたくの感想をメンバーのみんなに聞きたいと思います。あやっち、はい、どんたくどうでしたか。どんたくはですね、マイク、マイク、どんたくはですね、あら、マイク、ありがとうございます。どんたくはですね、とっても楽しくて、でお客さんもたくさん来てくれてとっても楽しかったです。はい、ありがとうございます。次にすずちゃんどうでしたか。はい、前後ステージしたんですけど、それぞれ全部違う構成だったんで、新しい気持ちで全部やれてよかったです。はい、キョンキョンどうでしたか。はい、さっきすずちゃんが言ったように5ステージやったんですけど、すごく昨日天気が良くて、今まで3回どんたくに出演したんですけど、今までで最高のどんたく日和って感じで、まあ、汗だくだくでしたが、すごく楽しく本当に楽しくやることができました。はい、次に私たちワールドゼロは皆さんお気づきかと思うんですが、髪の毛を変えてみたんですが、どうですか。はい、どうですか。ありがとうございます。どうですか、メンバーの皆さんは。普段しない髪ができてすごく、で変わったら気持ちも変わるので、すごくテンション上がります。はい、普段絶対しないことだから、これを機にいろいろな髪型に挑戦してみたいと思います。どうですか。どこが変わったかわからないかもしれませんが、今までここに下ろしてた髪を全部上げてみたんですけど、髪の毛が足りないと思ってて、こんなアップヘアができないと思ってた自分に、こんなアップヘアができる日が来るとは思ってなかったので、本当にすごく嬉しいです。ここがスッキリしてて嬉しいです。私もこのリーゼントはすごくお気に入りで、好きな髪の毛です。はい、以上ワールドゼロトークでした。ありがとうございます。次の曲は「もっと」という曲で、この曲ではもう頑張っていたら大丈夫、努力していれば大丈夫、もっともっと上を目指していこうよという思いが込められていて、そしてこの「もっと」では「ジャンプ」という振り付けがあります。皆さんぜひジャンプをしてみてくださいね。それでは皆さん一緒にテンション上げて聴いてください。それでは聴いてください。もっと自分が本当に好きで
それではここで私たちワールドゼロから皆さんに3つのお知らせをしたいと思います。まず1つ目は私たちがやっているオフィシャルサイト、そしてブログのことです。おかげさまでたくさんの皆さんにいつも見ていただいています。ありがとうございます。これからももっともっとたくさんの方に見ていただきたいと思いますので紹介をさせてください。オフィシャルサイトでは私たちワールドゼロの今後のライブスケジュールを詳しく載せています。これからもどん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 ライブが入っていきますので、皆さんぜひそちらのオフィシャルサイト、そして私たちのブログ、ぜひぜひチェックしてください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。そして2つ目は、2つ目は私たちからビッグニュースがあります。なんと私たちワールドゼロの CD が8月1日より全国流通しちゃいます。イエーイ。これから私たちの CD が全国の CD ショップに販売しています。これからもっともっと私たちワールドゼロ頑張っていきますので、皆さん応援よろしくお願いします。ということで3つ目に伝えて3つ目をお送りしたいと思います。3つ目は先ほどあきらちゃんが言った DVD ミニアルバムなんですが、このミニアルバム今日このライブが終わった後に発売販売しちゃいます。そして今日昨日ライブどんたくライブがありました。そのライブで使ったしゃもじがあります。そのしゃもじは私たちワールドゼロが手書きで絵を描いたりなんかいろいろデコったりして、それが世界に一つしかありません。その一つしかないしゃもじを限定8枚ですね。8枚で、じゃあ整理しますね。すいません。限定のしゃもじが8本あるんですが、先ほどお伝えしたこのミニアルバムを今日お買い上げくださった方先着8名様にプレゼントをしたいということを言いたかったんです。はい、はい、すみません。はい、じゃあそれではラストの曲に移りたいと思います。ラストの曲はワンフォーオールオールフォーワンという曲で、この曲は一人はみんなのためにみんなは一人のためにという意味が込められています。この曲は皆さんおなじみのダンスの振りがあります。皆さんも一緒に踊っていただきたいと思いますので、ここでおなじみのワールドゼロダンスレッスンを始めたいと思います。イエーイ。それでは今日の先生はあやっちにお願いしたいと思います、はい、それではダンスレッスンに移りたいと思います。まずはじめに私たちワールドゼロが皆さんにやってほしい振りをやってみたいと思います。せーの、 We are player と思います。せーの、親指耳にその手をパーに、それから上下に動かしてです。皆さん大丈夫ですか？はい、それでは後半に移りたいと思います。はい、腕組み15バッテンパーで開いておしまいです。皆さん分かりましたですか？すいません、ちょっと今焦ってます。その手をパーに、それから上下に動かす。
と京子ちゃんが、本当の歌でやってもらいます。ちょっとタープしますので気をつけてくださいね。せーの、親指にやわらかく、それから上下に動かして、腕組み一度取って、バーで開いて、おしまいです。おー、いい感じです。いい感じです。それではワールドゼロみんなが歌を合わせてやっていきたいと思います。最後の練習ですので、よーく見てきてくださいね。お願いします。あ、やってくださいね。この振りがたくさんたくさん出てきます。皆さん一緒に踊って楽しんでくださいね。それでは聴いてください。ワンフォーオール、オールフォーワン。私たちはいつも誰かと
振り付けも皆さん